中村翔星。広島の有望株として長年活躍が期待されている中村選手は、高校時代から甲子園でその名を轟かせ、一躍有名になりました。しかし、プロに入って5年間、現在はプロの厳しい競争の中で、一軍で活躍することができていない苦しい時期が続いています。甲子園を沸かせたスターがなぜ、プロ入りから5年経った現在も、頭角を現すことができてないのでしょうか。ある先輩選手の言葉とともに深掘りしていきます。スター候補の中村翔星。広島の名門広陵高校は毎年レベルの高いレギュラー争いを行うことで有名ですが、そんな熾烈な環境である広陵高校に入学した中村選手はなんと1年から正捕手に就きます。3年次の夏に広島代表として出場した夏の甲子園では、チームを自身の打撃で決勝まで牽引。準決勝までの4試合で3試合連続本塁打や2度の1試合2本塁打を含む6本塁打を記録したことによって、1985年の第67回大会で清原和博氏が樹立した1大会の個人最多本塁打記録を更新し、野球ファンに大きな衝撃を与えました。甲子園では主に打撃が注目の的になった中村選手でしたが、中村選手のプレースタイルは走攻守三拍子揃っており、広島のスカウトは、いいですね、捕手でもそうだけど三塁手になったら日本一の選手になれると高評価。球界の大御所野村克也氏も、彼は20年に一人の存在、楽しみだと大絶賛していました。各方面から高い評価を受けた中村選手は当然、その年のドラフト会議では注目選手の一人に。広陵高校への在学中に対外試合で通算45本塁打を記録したことや、甲子園での活躍から史上初めて高校生の捕手をドラフト1位で2球団が競合となりました。広島と中日の2球団が中村選手を指名し、抽選の結果、地元球団の広島が独占交渉権を獲得しました。地元球団への入団が決まると、中村選手の表情も緩み、幼い頃からカープファンだったという中村選手は憧れの球団でプレーすることになりました。入団会見では、早くカープの看板選手になりたい、まずは新人王を取ってトリプルスリーとか誰も成し遂げてない記録を作りたいと意気込みを語りました。広島への入団に喜んだのは中村選手だけでなく、広島ファンも大きな喜びようで、ルーキーイヤーの2018年の春季キャンプでは翔星フィーバーが巻き起こります。中村選手が参加する2軍キャンプの初日、中村選手を目当てに集まった観衆は1500人、1軍キャンプの1300人よりも200人多い異例の逆転現象を生んだのです。これに中村選手は、あれだけの観客が集まったのはカープという球団が愛されている証拠だと思うし、ファンの声援を力に変えていきたい、注目されるのはいいプレッシャーになるし、本番に近い感覚でずっとやれると思うと話しており、このフィーバーっぷりからも中村選手へ対するファンからの期待の大きさがうかがえますよね。厳しいプロの世界、鳴り物入りで広島に入団した中村選手ですが、決して順調とは言えないプロ生活を送っています。入団するとき、自分の中で能力があると思っていたので、なんとかなるだろうという感覚があったんですと後に振り返った中村選手ですが、当然プロの生活は甘くはありません。ルーキーイヤーの2018年はいくら騒がれても、体格や体力が1軍のレベルに達していない限り特別扱いはしないという2軍監督の水本克己監督の方針の下で2軍で1年を終えます。2軍では83試合に出場すると、チーム内の捕手で最も多い51試合にマスクをかぶりましたが、打率2割1厘4本塁打16打点という物足りない成績に。2019年も1軍で出場はなく、迎えた2020年、この年は2軍で開幕から好調を維持し、リーグトップの打率3割3分9厘を記録。この好調な打撃が評価され、
7月26日の DeNA 戦に代打で1軍公式戦へのデビューを果たしました。以降も1軍公式戦3試合に出場したが、通算4打席ノーヒットとチャンスをものにすることはできませんでした。翌2021年は1軍で複数の選手がコロナウイルスへ感染したことにより、中村選手にチャンスが回ってきます。この年ここまでの1軍公式戦ではマスクをかぶる機会はなかったが、5月19日の巨人戦で8番捕手として初めて先発出場すると、同点の6回裏一矢満塁で迎えた打席で2点的自打を打って初打点を記録。攻守にわたる活躍でチームの窮地を救ったことから、試合後に初めてヒーローインタビューを受ける活躍を見せたのです。その1ヶ月後の DeNA 戦では石田健太投手からプロ初本塁打も放っており、くすぶっていたスター候補がようやく日の目を浴び始めたのです。しかし中村選手の希望は捕手としてのレギュラー獲得、1軍公式戦で通算39試合の出場で打率2割8分3厘、2本塁打、5打点を記録しましたが、本職の捕手として起用された試合はわずか4試合という状況でした。その裏には広島の捕手層の厚さが壁となっており、打撃が売りの打てるキャッチャー坂倉翔吾選手、経験豊富なベテラン相澤翼選手、磯村義隆選手など厳しい正捕手争いが繰り広げられていました。そうしてキャッチャーとして課題が山積みの中村選手には外野手転向が言い渡され、打って守って走れるキャッチャーとして期待された中村選手はプロ入り後苦戦を強いられていきます。野球以前の問題、徐々に頭角を現し始めた翌年の2022年は外野手としての練習を本格化させレギュラー獲得に挑んだ中村選手は、開幕前にとにかく試合にたくさん出たいです、ポジションにこだわらずまずは昨年の成績をすべてこいられるように、まずはそこからとにかく首脳陣の方に小生を使いたいと思われる選手になりたいと思いますと、この年にかける決意を語っています。この年の中村選手は違うともファンも期待したわけですが、2022年も結局レギュラー獲得とはならず、打率は1割台、ホームランはゼロに終わってしまいます。それだけでなく、中村選手はファンから見放されてしまうスキャンダルを起こしました。2022年10月、週刊誌で女性トラブルが報じられてしまったのです。その内容は、5月頃に SNS を通じて知り合った女性と交際をスタートさせ、妊娠が発覚すると、中村選手ら、降ろすしかないじゃん、と無責任に中絶を要求。さらに、この件に対して正面から向き合おうとしなかった中村選手は、自ら連絡を取ろうともせず、すべての対応を弁護士に任せていたというもの。そんな中村選手のスキャンダルに、あるスポーツ紙記者は、広島は面倒見がいい球団、ドラフト1位ということもあり、殻を破ってほしいという思いは強いでしょう。ただ、依然としてトレード放出の噂はくすぶっています。と、中村選手のトレード説が飛び交っていると語っています。地元のスター候補が一転トレード候補としての名前に上がるまで落ちてしまったのです。ファンからも期待が大きかった分、今回のスキャンダルは中村選手のイメージを大きく悪くさせ、終わったな、トレードや現役ドラフトで出した方がいいのではなどとファンから見放されたコメントが寄せられているのです。鈴木誠也が中村の未来を予言していた。中村選手の入団3年目となった2020年の春季キャンプ、中村は2軍スタートに。このキャンプでは坂倉選手や新人の石原智樹選手とともに2番手捕手を争ってきましたが、中村選手は最も早い2月16日に2軍行きを通達されていました。その際中村選手は、レベルがまだまだ低いなぁと思ったし、1軍選手のプレーを見てすごいと思った、自分のプレーとはレベルが違った、精度もそうですし、正確性、捕手の動き、考え方もそう、まだ遠いなぁと思いましたと悔しさをにじませていました。また考え方一つでいろいろ変わってくると思う、実際行動に移して失敗に終わることもあると思いますけど、
それも経験、昨年までとは違うチャレンジをしたいと前を向いた中村選手でしたが、当時広島に在籍し、現在メジャーリーグシカゴカブスで活躍を見せている鈴木誠也選手は、広島の若手選手に向けて、僕は3年目にレギュラーを取らないとクビになると思っていた。1年目からレギュラーを取るつもりだった。今の子たちは遅い。ゆっくりやっているように見える。そんなことをやっていると消えてしまうよと伝えたい。そんな甘い世界じゃない。と、厳しい言葉で檄を飛ばしました。中村選手を名指ししたコメントではありませんでしたが、おそらく中村選手へ向けたコメントなのでは?と話題になった一言でした。鈴木選手は本気で野球を取り組んでいなかった中村選手をどこかで見ており、このまま終わってしまうよと中村選手に忠告したのではないでしょうか。そしてこの鈴木選手の一言は中村選手の胸に刺さったようで、危機感を感じている誠也さんの記事を読んで、僕もやらないとやばいという気になった。新人捕手も2人入りましたし、さらに負けられない思いが強くなった。と、当時中村選手は危機感を募らせ、野球に本気で取り組むことを誓いました。また、ある記事の取材では、やっぱり誠也さんが若手に意識改革を求める記事を見て、奮い立たされました。いくらドラフト1位で入ったとはいえ、甘えた部分は許されない。それに3年目に初めて1軍の舞台を経験させてもらって、やっぱり1軍と2軍の雰囲気は全然違った。ここでプレーしたいという思いが強くなったこともあったと思います。というコメントもしています。実際、鈴木選手は練習の鬼と呼ばれており、高卒1年目で1軍デビューを果たした2013年オフ、毎日のように2軍の練習場で打撃マシンで猛練習。その後レギュラーとなり、4番となっても、気を抜いたらいけないと常に危機感を持ち、練習は怠らない選手です。また中村選手は、僕の中でお手本にしている選手でした。打撃にしろ、外野を守るなら外野守備にしろ、超えなければいけない人だとも思っていました。と鈴木選手を慕っており、そんな選手だからこそ言葉に重みや説得力があったはずです。しかし、鈴木選手の言葉も届いていなかったのか、先ほど紹介したように中村選手は2022年に女性トラブルを起こしてしまっています。この鈴木選手の言葉を重く受け止め、野球に取り組んでいたらまた違った結果になっていたかもしれないですね。いかがでしたか？今回は広島中村翔成選手の野球人生を鈴木誠也選手の言葉とともにご紹介いたしました。僕は3年目にレギュラーを取らないとクビになると思っていたという鈴木選手の言葉はとても説得力がありますよね。このコメントを受けた中村選手は、当時野球に真剣に取り組むと決意を固めたわけですが、結局2年後にスキャンダル。鈴木選手の言葉が届いていたらこのような事態になることはありえませんよね。当然ファンからも見放されているようです。しかし終わったことは仕方がないので、プレーで信頼を勝ち取ってほしいですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。